Hiroshi Hayashi will present you a video forum on ancient mysteries and wonders of the world. Today's story is about a strange connection that connects Aomori, Japan and Vinca, Serbia, where several very similar artifacts have been unearthed. You will know what they are in this video. 日本の青森とセルビアの文化をつなぐ謎の点と線という話です。この二つの地域からは相互に大変よく似た発掘物が見つかっています。それを皆さんに紹介します。赤いところが文化ですね。文化文明です。ギリシャの北部です。で、これは公式のホームページですけども、まあ、日本のですね、土器土偶に似た発掘物がたくさん発見されています。で、その中の一つに、まあ、今日は焦点を当ててみます。このページの右下にある土偶ですね。ここに注目してください。言うなれば、sitting man。まあ、いわゆる座る男というふうに、まあ、解釈して良いのでしょうか。これがその土偶です。向かって右側の土偶です。この土偶はですね、八戸で見つかった、まあ、いわゆる合掌土偶と大変よく似ている。というふうに、まあ、私は気づいたわけですね。で、調べてみますと、やはりよく似てるんですね。腕がですね、体に比して長いように思いますね。で、まあ、そこで調べてみました。で、これは側面図ですけども、今のその文化で発掘された座る男とですね、比べてみますが、ここで、まあ、まあ、腕の長さですね。が長いように。ここで側面ですからね、向こうへ回り込んでますから、もう少し長いはずですよね。でもこれでも見ても、まあなってますか、膝までは優に届くほど長い手だということが、腕だということがわかります。で、これが、まあ、後ろから見た図なんですけども、この、肩幅もおかしいんですよね。それで脇の下に大きな、まあ、穴が開いている。これは今まで何度も調べてきましたけども、人間はこのように脇の下に大きな空洞はできませんね。で、肩幅が広い、腰が細いと。まあ、これはシュメールの女神ともコンセプトが同じなんですね。で、まあ、これ普通の人、まあ、この人はまあスポーツマンだろうと思うんですけどもね、外国の方の体型と比べていましても、やっぱり肩幅がぐんと広いわけです。で、これはまあ人間ではないな、ということはまあ、私最初に見たときに、もう3年近く前になりますけどもね、見たときにそう思いました。で、これは宇宙服であるという、まあ、この続くビデオの中でそれをね、証明いたしますが、宇宙服であるという判断をしました。で、顔がですね、頭がですね、頭蓋骨。いや、まあ、異様に薄っぺらいということです。で、まあ、これをですね、古代の人たちが懸命に作って、それを一生懸命私たちに伝えようとしたのだろうと思うんですけどもね。まあ、古代の人々は、まあ、子供っぽいものを作ったな、というふうに片付けてしまうのは、それはちょっと失礼かと思うんですよ。ね。で、左がまあ人間の頭蓋骨ですけども、明らかにまあ、形が違うってことですよね。で、この手の指が問題なんですね。手を組んで6本なのか、あるいは3本なのかってことなんですけどもね。まあ続くビデオの中では6本説を唱えています。で、今思いますとこれ3本だと思いますね。3本3本です。まあ、それは見解の違いと言いますかね、解釈の違いがいろいろ生まれると思いますけども、まあ、要するに6本指なのか3本指なのかということなんですね。まあ、少なくとも5本指ではないと。これに対して、公式の記録によれば、古代人が間違えたと。そういうふうに書いてありますね。6歳児でもね、指の数は間違えませんよ。で、これが八戸の、まあ、これ駅でね、当日私に行った時はたまたま高校館が休みでしてね、駅の観光館に、まあ、精巧なレプリカが置いてありましたので、このように写真を撮らせていただきました。で、左が文化ですけども、この足で気がつい、皆さん注意してください。この網目って言いますかね、斜めの線がサッ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 と入ってますね。ですから、この線が同じだということなんですね。そして、まあ、靴下を履いているようにも見えるわけです。で、まあ、ここで、まあ、私はドキッとしましたね。これは、まあ、知った時にですね。これはと思ったんですね。そしてまあ調べてみますとですね、まあ作り方のコンセプトと言いますか、作り方が同じなんですね。皆さんこの腕に注意してください。ね。まあ足もそうですけどもね。足もそうですけども、丸い足ですね。で、ここまで偶然にいるものなのかってことなんですね。腕は左右ちょっと違う、
反転して今比較していますが、ここに一本関節がありますね。で、もう一本下に縦に折りますよね。で、もう、そこからこう腕の手の方にこういう関節が伸びているということは、一本人間よりも関節が多いということになるわけですね。まあ以前から私が言ってますようにね。人間より一本関節が多いように見えるというのはそういう意味なんですけどもね。そしてここに大きな脇の下に空間ができると。そして関節が3個あると。そしてそのコンセプトはですね、敏感の像と八の辺の像と同じであるということですね。これ偶然の一致なのかどうかということなんですけどもね。まあ他にも類似した、大変よく似た土器土偶が見つかっています。で、これは八戸の、土偶ということになるわけですね。で、日本の青森と今度、まあ、これは三内丸山遺跡で見つかっている土偶なんですけども、これとですね、やはり敏感で見つかっている一番右のね、像と顔を比べてみていただきたいんですね。この顔なんです。で、比べてみますと、同じなんですね。これはまあ、違うというところは、例えばその耳の下の穴が開いてるところまで同じなんですね。三角頭、逆三角形でね。で、口が丸いと。で、これはまあ違ったものなのか、同じものなのかと見るときに、まあ私は、まあ、違ったものと見る方が難しいんじゃないかと思いますね。左がですね、長野県茅野市で見つかっている、まあ仮面の女神ですけども、これは何度も精査してきましたけども、同じなんですね。で、脇の下に空間ができていると。そして、カクンカクン肩ですね。で、おへその作り方注意していく、見てください。盛り上がってますね。こうしたおへそってのは人間は作れませんね。そして、カザーのようになっています。で、中心に穴が開いていると。で、この真ん中の下はですね、これ同じ下半身だけの土偶が見つかっているんですね。まあ、歩行補助装置というふうに私は結論付けています。そして、左の、これは長野県の方ですけども、の土偶と、そして右の、敏感のセッティングウーマンと言われている、この像と比べてみてください。まあ、この詳しいビデオはですね、この数日前に作りましたので、そちらでご覧になってください。で、続くビデオはかなり以前に作ったビデオですけども、まあ参考までにどうかご覧になってください。Bye for now. Hello, this is Mu and Hiroshihayashi, Japan. Mystery in Hokkaido, Japan. Aliens in Hokkaido and Aomori. Just a collection of fact is not archaeology, but a more important thing is to weave a kind of theory out of this fact we have discovered. Here's a mail from Mu-san. サーペントマウドと大仙寮をつなぐその新直線間にですね、茅部町があり、日本でも最大の土偶が見つかっているというのですね。ライン理論に従って調べてみます。まあ、ここがプレアビヘアです。そしてギザのピラミッド、ギザと繋いでいます。これが基軸、ルート1ですね。そして南極に対して、120.00 で線を引きます。これが、まあ、いわゆるイーストポールへ来るんですけども、途中にマガオ、バックオークですね。そして隠居を通ります。で、今度はプレアビヘアから、テオティワカンに線を引きます。赤い線がその線です。その交点がクロスポイント、チャイナということになります。まあ、日本、アジアの基準点になっています。特に日本には重要な意味を持っています。で、これが大仙寮です。大仙寮 A ですね、クロスポイントチャイナから線引きますと、というか逆にもいいんですけども、270.00 で西へ行きますと、クロスポイントチャイナに行き、サーペントマウント、大仙寮はまっすぐとサーペントマウントを向いています。途中、清水寺、比叡山を通っていきます。そして、右下へ行きますと、ニュージーランド最大の火山、ルアペフ山へとやっていきます。その間の角度は 120.00 です。で、今度は、クロスポイント、サウスパシフィックです。南太平洋ですね。大仙寮とロアフェスタンをつなぎます。これが先ほど言いました線ですね。そして、そのプレハフィヒアと、それから、本当はイースターとつなぎたいんですけども、120.00 南極に対して 120.00 で行きますと、ここに交点ができます。これがクロスポイント、南太平洋です。そして、その間の角 120.00 で、上の方に行きますと、この線がアメリカのサーペントマウンドへとつながっていきます。イースター島とややエラーが出ますので、難しいところがあります。これが合衆国、アメリカですね。そして今、南、クロスポイント、サースパシフィックから引いてきた線が、ここへ行きます。サーペントマウントです。その途中に、
バイスインタクリスカフィアマウンドがあります。そして 60.00 で行きますと、マルクリーンですけどもね、これが、大仙寮へと向かいます。で、北海道、青森です。その線がですね、今、これ大仙寮ですけども、この上から引いてきた線がサーペントバウンドから引いてきた線です。それが、北海道、青森を横切ります。で、ムーさんは、まあ、このライン直下に、いわゆる、まあ、土偶があると、発見されていると。で、ここが函館で、まあ、そこには、三角形のピラミッドらしい山もあるということを教えてくださいました。で、確かに調べてみますと、ここに駒ヶ岳があります。そして、この剣ヶ峰ですね。まあ、これ本当に何かありそうな山と、そういうふうに考えてよろしいんじゃないでしょうか。まあ、まさに言ってますかね。まあ、本当にこう、ゾクゾクっとする感じがしますがね。今まであちこちを見てきましたけども。そういった山なんですね。で、検証しています。今言いましたように、この右上から引いてる線がサーペントマウンドから引いてきた線で、石神様をもう一回検証したことがあります。青森空港のすぐ近くにあります。それから、皆さんご存知の亀ヶ丘の遮光器土偶ですね。これもこの線上で発見されています。これは遮光器土偶はまさに新直線化ですね。そしてから八戸のこの土偶、そして、ムーさんが指摘してくださいました日本でも最大級の土偶がここで発見されています。このブルーの線の線上で、まあ線の周辺で発見されているということなんですね。まあ結論から言いますと、まあここまで来ますと関係がないという方が無理なんですよね。まあこれは明らかに宇宙人です。宇宙人の、まあ宇宙服ですね。それはその証明は続くビデオの中でいたします。こうして考えていますと、まあここに、まあこういったものがあると。これらが宇宙人であると。となりますと、ここにこういったものがあっても、なんだおかしくはないですね。まあ、ここに示しているのはみんなエイリアンです。間違いありません。どうもムーさんありがとうございました。初めてご意見を、てか、いただきまして、こうしてビデオ化しました。またこれからもよろしくお願いいたします。どうぞ検証を続けてみてください。よろしく頑張ってください。では、バイ。The ETs who came to Earth needed space suits or mobile suits on this planet. I, Hiroshi Aishi, reckon that.They could not withstand the atmosphere and gravity of the Earth, and that is expressed by Japanese togu, or clay figurines with shading, excavated around Kamegaoka, Aomori Prefecture, Japan. These clay figures wear a kind of snow goggles on their eyes. It is probable that...They could not withstand the bright sun rays of this earth either. And together with these facts, there are two statues in Florence, Italy, made with the same concept as the clay figurines. They are now displayed at the entrance of the Medici family. There are thousands of years between these two facts. One is in Aomori, Japan,And one is in Florence, Italy. Beyond a thousand of years, they are so similar to each other that I, Hiroshi Hayashi, have decided that they are representations of the same exoplanet. The statues that decorate the Medici family depicts a small exoplanet apparently wearing a mobile suit. In other words,The Japanese shading clay figurines are small exoplanets who wore mobile suits. Chikuへやってきた外惑星人たちは、この地球上では宇宙服、つまりモバイルスーツを必要としていました。地球の大気、重力に
耐えられなかったものと私林博士は判断しています。そしてそれを表現したのが日本の青森県亀ヶ丘周辺で発掘されている遮光器土偶と呼ばれる土偶ということになります。これらの土偶は目の上に遮光器を身につけています。この地球の眩しいばかりの太陽光線に耐えられなかったからではないでしょうか。そしてその土偶と同じコンセプトで作られた像が2つイタリアのフロレンスにあります。メディチ家の玄関に飾られていると言われています。これら両者の間には数千年という年月があります。その数千年という年月を超えて互いにこれほどまでに類似しているというところから私は同じ外惑星人を表現したものであると判断しました。メジチ家を飾っている像には明らかにモバイルスーツを着ていると思われる小さな外惑星人が表現されています。つまり日本の遮光器土偶なるものはモバイルスーツを身につけた小型の外惑星人だったのです。広志林浜松セティジャパン。Once again, take a closer look at these photos from the beginning. Then, have a watch carefully for yourself and make your own decision. Thank you. もう一度、最初から注意深く写真を見比べてみてください。そして、皆さん自身の目で判断してみてください。
で、さらなる検証が続きます。ここに表現されているのはエイリアンということになるわけですけども、ここまで精緻な像ということになるとですね、つまりエイリアン作ということになるのではないでしょうか。そこでこの、まあ、像に表現されているこの図柄ですよね。で、これは ET たちがですね、私たち人間に残したメッセージではないかと私、林浩司は考えています。ただ、残念ながら図柄がですね、いまいち明瞭じゃありませんので、現在、フロレンス在住の私の協力者の方にですね、さらなる、まあ、写真、精細な写真が手に入らないかどうか問い合わせているところです。またその写真が手に入りましたら、まあ、続いてですね、この絵の分析をしてみたいと考えています。今はこの程度で失礼します。バイ。As to the strange military trophies of the Medici Sacri City, it writes that the two military trophies executed by Silvio Cassini, a close pupil of Michelangelo, were part of the early project for the decoration of the new Sacri City, which was left unfinished in 1534,due to the latter's definitive move to Rome. メディチ家礼拝堂の門前にこんな像が飾られています。大変奇妙な像です。その像について増田恵子さんよりこんな報告が届いています。法隆寺にある侍像に激似の高さ80センチほどの像を2体をイタリア・フィレンツェ・メディチ家礼拝堂の入り口手前の廊下で見つけました。まるで礼拝堂を守る軍隊のように鎮座していました。ご検証くださいと。右は私林浩司がもう5年以上も前に法隆寺の目録の中から見つけた侍像です。大変よく似ています。増田恵子さんへ情報ありがとうございます。実はこの像の存在は知っていましたが、当時は出所が不明でしたので誰かのいたずらではないかと考え、またその範囲で私の動画の中で紹介していましたが、メディチ家礼拝堂と知り改めて驚いています。ダヴィンチもこの像のことを知っていたものと思われるからです。ありがとうございました。林浩司より。レオナルド・ダヴィンチなる画家がその下絵を描いたとされるThe Battle of Angeli、 アンギャリの戦いの絵です。この絵の中には無数のと言ってよいほど多くの隠し絵、騙し絵が仕込んであります。その中の一つがこの男の顔ということになります。一見すると人間の顔のようにも見えますが、この顔の中にもやはり騙し絵、隠し絵が仕込んでありました。これは視聴者の一人の方がですね、指摘してくださったんですけども、この男の顔はですね、つまり法隆寺に残る侍像の顔にそっくりであるというのです。今赤枠をつけてみましたが、この部分を拡大し色をつけてみます。すると左上のような顔が浮かび上がってきます。つまりこれも隠し絵、騙し絵ということになります。そしてその顔がですね、右上の法隆寺に残る侍像の顔と一致しますが、ここまでだけなら偶然ということになりますが、
左上のような像も見つかっています。そして今回増田恵子さんの方からですね、左上の像が目地地形の礼拝堂の前にあったというのです。しかもこの像を作ったのがミケランジェロの弟子ということになります。ということはひょっとしたらダヴィンチもこの像を見ていたということになります。そしてその像をですね、アンギャリの戦いの絵の中に描いた可能性もあるということになります。ともかくもこのような形でですね、メジチ家の礼拝堂の前の像とアンギャリの戦いの絵の中に隠し込まれたいわゆるレプタリアン像の顔と法隆寺に残る侍像の顔がつながりました。何かの関係があるのでしょうか、ないのでしょうか。ただ一つだけはっきりしていることはですね、これら三者は一様ですけども少なくとも人間ではないということです。The most confused you will ever get is when you try to convince your heart and spirit of something your mind knows is a lie. Shannon L. Elder。 一番混乱する時というのはね、心の中で嘘と知っていることを自分に言って納得させる時だよ。Shannon L. Elder。Common sense is what tells us the earth is flat. Stuart Chase。 地球は平らだと言ってごらん。それが常識の中身だよ。Stuart Chase。 It was not curiosity that killed the gooseWho laid the golden egg, but an insatiable greed that devoured common sense. E.A. Buchanan。
金の卵を産む鶏を殺したのは好奇心ではなかったんだよ。常識を貪り食う貪欲さだったんだよ。いいえ、ブキャネリー。Common sense ain't common, Will Rogers. 常識などというものはね、決して普遍じゃないよ、Will Rogers. Common sense is seeing things as they are and doing things as they ought to be.Harriet Beecher Stowe。 常識というのはね、物事をあるがままに見ることだよ。そしてそれがあるべきようにそれをすることだよ。ハリエット・ビーチャー・ストウ。Common sense is judgment without reflection shared byan entire class, an entire nation, or the entire human race. ギャン・バティスタ・ビコ。常識などというものはね、考えないで物を判断することだよ。階級の中でも、国の中でも、そして人間の中でもね。ギャン・バティスタ・ビコ。Common sense is part of the homemade ideology of those who have been deprived of fundamental learning of those who have been kept ignorant. John Berger. 常識というのはね、基本的な学力を奪われた人たちが持つ家の中でできたイデオロギーのようなものだよ。つまり、無知な人のままでいるためのね、ジョン・バーガー。 Common sense is a collection of prejudices acquired by age 18. Albert Einstein。 常識などというものはね、その人が18歳の時までに持った偏見の塊だよ。アルバート・アインシュタイン。Common sense is a convenient tool with which we can skip our reflection. Hiroshi Hayashi。 常識というのはね、考える力を省くための便利な道具だよ。林博士。 5, 6, 7, 8,